皆さんこんにちは、パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村仁志です。今日はですね、夕方5時過ぎぐらいにですね、もう土曜日なんでお客さんでいっぱいです。で、僕の気持ちはもう連休明けのですね、火曜日に入る、P スーパー海物語 in 沖縄5、夜桜朝鮮風にもう気持ちがいっちゃってて、いやもうせっかくここのところ20万円近く勝ってるんで打たなくていいかなと思ってしまうんですが、まあそれでもホールの様子が見たいんで行くとですね、本当にポツンと空いてたのがですね、新花の刑事3です。まあ新花の刑事3ぐらいですね、もうエヴァやユニコーンや寝台は全部埋まってて、さすがに土曜日はホールはお客さんでいっぱいです。新花の刑事のですね、一番こう狙い目という、まあ本当にずっと刑事を長い間狙ってる人はね、僕が言う大当たりしやすいと感じる回転数330回転ってすごく気になりません？ですね、321回転で、空いてる台があったんですよ。もうただね、朝から単発2回っていうとんでもない死に台で、この台がですね330回転で生き返るかどうか一つかけてみます。するとですね、座って18回転339回転でですね、キセルが出るんですね。右の押してマイルをポコッと押すとブラックアウトして、そしておなじみのですねキセル予告が出て、今回キセル予告すごく信頼度高いんで、まあ本当に当たってくれました。でもね、やっぱり単発なんですね。本日3回目の単発です。で、この時短の100回転でなんとですね、八津柄天杯で、エピソードしっかり当たって、歌舞伎御免ボーナスラッシュに突入してくれました。いや、こらこっから行くぞと思っていたら、なんとこの ST 中全くリーチがかからない、天杯しないんですよね。まあ、出戻ししようが何しようがどうしようもないっていう感じで、まあ、こういう音消しをして一応うまくいくパターンは本当に新花の刑事の場合は多いんですが、今回2回音消しをしたんですが、一切反応なしという形で、スルーしてしまいました。今日はですね、お水市2連終了ってとこですね。帰り道にですね、戦国乙女レジェンドバトルがですね空いていたんで、ちょっと買いがけに打ってみました。まあ、これもですね、200回転台で、空いてたんで、まあ、これ229回転、要は本当に僕が昔から言ってる平和な当たりやすいと感じる、ゾロ目222回転ぐらいがですね、基本的に大当たり確率の近くなわけですね。で、この台をちょっと打ってみようと思ったら、これが全然何にも起きないっていうか、つまんないんですね。いや、この手の台がつまらないときは本当につまらないっていう、まあ、最近平和にありがちなですね、まあバキやですね、あと鬼武者やなんかもそうですが、通常時何も起きないってことがザラなんですね。で、ところがこれ、288回転で、保留が変わって急に台が元気になります。よく見るとですね、カスタマイズをなんか前の方がですね、色保留変化で激アツにしてくれたみたいで、色保留変化が熱かった。で、ここで初めて僕特別萌えカットインですね、見ました。いや、新しい戦国乙女レジェンドバトルで初めてのですね萌えカットインを見て、見事当たってくれました。しかしこれもですね、なんかその後のバトル、これ新ホギア風のバトルで僕キュイーンを選んだんですけど、頭の上のエボシというかキュイーンが全然光らなくて、単発で終わってしまいました。今日はですね、花の刑事単発かなと思ったら時短で引き戻したけどスルーして2連チャン、そして、戦国乙女レジェンドバトルもお水市単発ということで、今日はですね、もう全然パッとしない、お水市デーだったということをお伝えしておきます。細かい実践データやですね、僕のコラムはですね、スマホサイト谷村仁志パチンコランドの方でご覧ください。そちらへ、登録してください。よろしく。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、
ぜひご登録ください。